今週も始まりました、クリコマ三六音楽の旅のコーナーです。今日も三段さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なちゃんね、はい、おやきって、はい、おやき食べたことあります、うん、食べたことないですし、どういうものがおやきなのかもちょっと分かんないですね。あ、なるほどなるほど、はい、うん、まあ、僕の持ってるおやきっていうのは、はい、あの長野県の方でね、小麦粉で、うんうん、その中にあん、まあ、あんこだったり、はい、野沢菜だったり、うんうん、切り干し大根、あと味噌とかね、はい、あとなんだ、茄子とか、ね、野菜とか、はい、そういうのを入れて、うん、いろり端で焼くんですよ。でそういうのがおやきで、長野行くとね、コンビニとかでも売ってるんですよね。うん、これまた肉まんとかそういうのとは違う、焼くんですね。そうですね、そうですね、肉まんはこう蒸すから、うん、こう上の方の皮もこうふかふかしてますけど、はい、おやきの場合はちょっとこうもちもちした、うん、ちょっとお餅みたいな感じ、はい、まあ、そういうのがあるんですよ、はい、でまあたまたまですね、うん、先日この番組でもご紹介しました、はい、グリーンロッチさんにお邪魔した時に、うん、はい、なんとグリーンロッチさんの方でもですね、おやきがあるということで、はい、ちょっと気になって今日は訪ねてきてみました。はい、はい、そうなんですよね、はい、そうですね、はい、ということでご紹介いたしましょう。グリーンロッチの店長の高橋香織さんです。今日はよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、それでですね、はい、今こうパンフレットありますけど、うん、闇焼きおやき、そう書いてますね。はい、闇焼きの闇というのはこれ病ですね、病気の、ね、そうですね、はい、それを焼くおやきということで、それが12月8日、はい、まあ、今日この放送12月1日ですのでね、うん、まあ、あの8日の日これを食べてっていう風習がこの大回りとこれにあるみたいなんですけれども、うん、ここら辺のお話をちょっとお聞きしたいなと。とどこからどこまでの地域なのかっていうふうに書いてますけども、はい、まあ、この大回りとかこの界隈ではこのおやきっていうのは昔から食べられていたってことなんですかね。そうですね、どれくらい昔からっていうのはちょっとわからないんですけど、まあ、今ではおばあちゃんたちもあまりこの辺でも焼かなくなってしまって、誰に聞いてもどうして12月8日なのかっていうのははっきりわからないんですが、その日におやきを焼いて食べる、でその1個を真っ黒に焼いて、家族の病を封じ込めて、悪いことを封じ込めて川に流すっていう風習があったみたいですね。なるほど、うん、こういうふうな古い風習をこのまあ残していこうといいますか。そうですね、はい、でこれやっぱあんこの、うん、なりますかね。あんこですね、手作りのおあんこで、これ、はいはい、さっきまあ言いましたけども、長野の方は小麦粉ってことなんですが、これは粉は何の粉を使ってるんですかね。もち粉ですね。もち粉ですか。ははは。でもかなりこうもちもちというか、食感がいいような感じで、美味しいですね。それを焼いてますからね。はいはい、香ばしい感じで、あったかいうち美味しそうですね。そうですねはい、これからもう少ししたら、はい、現物食べられると思うんですけども、はい、今写真パンフレットでこうありますけどもね、喋っておやきだとかあんことか言ってるだけでちょっとよだれが出てきそうになってですけども、じゃあこれ12月8日ってにやるっていうことで、12月8日例えば真珠湾攻撃とかまあそういうのあったんですけども、まあいろいろ12月8日今ね香織さんに書いていただきましたけども、針供養、そうですね、あと琴納め、まあ農業とかですか。そうですね、農機具とかそういうのを納めるってことですかね。そういったこととその無病息災を兼ねてこういった風習になったっていう感じでなんですかね。なのかなと考えてますけど。そうですか、はい、まあ、全てに感謝して次の物事が無事終わるように、祈る日、感謝の日、なのかなという、なるほど、推測ですね、はいはいはい、うん、それでですね、おやきと真っ黒おやきって書いてますけども、はい、このおやきと真っ黒おやきってのはどういうふうに違うんですかね。ああ、おやきはもちろん家族みんなで美味しく食べれるおやきで、真っ黒おやきは決して食べてはいけない。ああ、なるほどなるほど真っ黒に焼いて封じ込めた川に流す用の、なるほど、ね、はい、じゃあこれ食べちゃったらこう病気になっちゃうとかそういうのはないですよね。うん、そうですね、もしかしたらあまり食べない方がいいですね、はい、なるほど、そうですか。いや
ろんなおやきのその風習はいろんなところにあっても、この真っ黒なおやき、闇おやきっていうのを初めて聞いたようなね。まあ、そうですね、気がしますよね、はい、まあね、おやきそのものが湯沢市だとかその近辺ではと思って、はい、まあ、さっきね、みなみちゃんの方でもあまりおやきは食べないってことだったでしょう。食べたことないんですね。ただこれある人に聞いたら、おやす温泉の方にあるお店、今度、まあ、名前が分かりましたらご紹介しますけど、そこでは米粉のおやきが昔から売られていて、はい、人気が高いみたいなんですね。機会あったら一度おやす温泉まで行って食べてみようかなと思うんですけども、やはりその同じ県なんで全く食べないところもあるんでしょうけども、そういったものがもうチクチクで、はい、そういうふうに食べるところがあるのかなと思ったりしますけれどもね。そうですね、この辺と、あと1800は聞いたことあります、ね、ああ、そうですか。あ、何沿いとかあるんでしょうかね、まあ、そうかもしれないですね。なので、まあ、ちょっと長野のね、ご出身の方にお話を伺ったんですけども、北部の方で、稲作ができないところの代用食という形でおやきを食べたっていうことなんですよ。ただ秋田県の場合は県南のこの地区、今ね名前が上がったところで米が取れないということはおそらくなかったと思うので、まあそれが米粉だったりもち粉だったりって形で、ただアイデアとしては中にあんを入れて焼いて食べるっていうのはどう転んでも美味しそうというか、そうですね、12月8日の日なんかのお祝いだとか、そういった記念の日ってことだと思いますので、はい、その時におやきをすくって食べたっていう風習があるということなのかなと思ったりはしますけれども、うん、はい、咲いて
というか香ばしい匂いが、香ばしい匂いがしてきましたね、はい、はい、じゃあ今向こうの方でカオルさんがなんか、はい、作ってるというかね、はい、ですけどもさあ、はい、持ってきていただいたみたいですので、はいはい、はい、どうぞ。はい、こちらですね。おお、2つ黒いのと、はい、白いのとありますね、はい、そうですね、はい、これこちらのね、こっちは食べちゃいけないですね、はい、黒い方が先ほど説明していただいた、はい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 、闇おやき、闇焼きおやき、闇焼きおやき、はい、やっぱこうあれですね、焼き目が入った風味といい匂いがする、はい、大きさはこう、うん、普通のまんじゅうより大きめと言いますか。そうですね、大きいねって言われますね、はい、あ、ですよね、ちょっと大きめな気がしますね。なんかちょっと想像しているよりも一回り大きい感じがしますね、はい、ですね、じゃあこの黒い方ではなく、はい、白い方を私食べてもいいですかね。そうですね、まあ、なんといってもね食べ物はあの喋るだけじゃなくて食べてなんぼのもんだと思いますので、はい、では早速みなみちゃんに試食していただいて、はい、はい、いただきます、ね、はい、しましたらいただきます。お、あったかいですよ。お、ちょっとこう半分に分けて食べてみたいと思います、はい、あら、美味しそう。美味しそうですね。このなんかこうふわっともちっと感の皮、まあ、粒あんですか。そうですね、うん、ね、ちょっと食べてみますね。いい匂いがします、すごく、うん、いただきます。はい、うん、うん、熱々です、すごくさあ、ほこほこですよ、うん、あ、うん、甘さ控えめで、ほほほ、うん、美味しいですね、粒あんで、はい、このなんという、なんという食感なんですかね、初めて食べたような食感です。ああ、私もなかなかこの食感をよそでは味わえないですね、はい、なんか難しいですね、一番の皮なんですけど、うん、美味しいです、はい、すごくこのもちっとしてるんだけどこのしとっとしているという、はい、そういう感じですよね。で中のあんと合わさっていて、もうバッチリ美味しいです。なるほど、バッチリ美味しい、バッチリ美味しい、初めてでも懐かしくないですか。そうですね、私がこうなんか懐かしいと言ってもあんま説得力ないですけどそうですね、なんかこう昔ながらと言いますか、うん、そんな感じがしますね。あ、そうですか、はい、これグリーンロッチさんではこの闇焼きおやきはいつぐらいから販売されてるんですか。あ、7年目になりますけど。あ、そうですか、まず最初の年からやってたと思います。あ、そうですか、はい、お母さん役のすごく上手で、もう商品にしてみようよっていうことで、ね、頑張ってもらってますけど、私ではまだこの味出せないんですよね。あ、なるほど。ということはこれあんこももちろん全部自家製で、はい、このおやきはその12月8日限定限定なんですね。ああ、じゃあこの機会逃したらと思うと欲しくなっちゃいますよね。そうですよね、なのでこの日に来ていただける方にしかね、なかなかおやきいただけないんですけど。あ、そうですよね、はい、うん、毎年、はい、決まってなるほどおやきいただいたりしてますけれども。そうですか、はい、じゃあこちらね、まあ、せっかくですので12月8日のこの闇焼きおやきの日ということで、うん、まあ、カオルさんの方からちょっとね、宣伝していただければと思いますけども。昔から買ったてで朝早くからね、うんうんうん、お母さんたちおばあちゃんたちが焼いてきたっていうおやきを、まあ、今ちょっとそういう風習も薄れてしまったんですけど、そんなことを大事にしながら、うん、続けていきたいなと思っているおやきですね。このセットなんですが、はい、ご紹介させていただきますと、はい、6個セット、うん、はい、食べれるおやき5個と、うんうんうん、食べれない真っ黒おやきが1個の6個セットが530円、食べれるおやきが9個、真っ黒おやきが1個、うんうん、ついた10個セットが850円という2つのセットで、うんうん、ご用意してます。なるほど。こちらあれですね、グリーンロッチさんの方のこのパンフレットでもそうですし、あとグリーンロッチさんのホームページ、そうですね、はい、はい、こちらの方から、はい、ご予約いただければという形で、ホームページの方とかには闇焼きおやきの写真とセット写真ですね、はい、そうですね、これもついてますので、はい、ラジオでは全体のイメージがわからないかもしれないし、ね、この美味しい匂いもですね美味しい味もこうあれですけどもホームページとかでね、現物見ていただいて、ぜひですねご予約をしていただければなと思いますけれども、はい、よろしくお願いいたします。はい、
今このおやきを食べさせてもらってすごくあんこ美味しかったんですけど、うん、この冬に向けてあんこの、ね、デザートとかっていうのはありますか？はい、お餅のぜんざいが人気ですね。美味しそう。香ばしくお餅も焼いて、あとやっぱり自家製の漬物なんかもつけたりして、そうですね、ぜんざいにちょっとこうね、そのしょっぱいものがあると、すごくね、甘いものしょっぱいものっていうコンビですね。甘さも引き立つし、口の中もさっぱりしまってほしくなるし、はい、とこちゃんのセットで、おお、はい、そうですか。はい、これからですね、12月になりましてクリスマスケーキなんかやられます？はい、やってます。今ご予約受けたまわり中なんですが、クリスマスとあとお正月にかけてもケーキいかがですかということでご提案してるんですけれども、はい、このディープルスさんの方に写真が載ってて、はい、あ、私今こう見てるんですけど、こうね、すごい美味しそうですね。いちごとブルーベリーですかね。ポイントなんですよ、はい、ソフトイチジク、ソフトイチジク、ドライフルーツ菓子なんですけど、はい、すごくこの頃あのイチジクが人気じゃないですか、すごく美味しいドライフルーツを見つけて、そういうのも飾ってこう大人のケーキにしたいなって思いが、なるほど、食べても絶対美味しい、見た目だけじゃなくて食べてもね、ワクワクするような、はい、なるほど、ケーキを作りたいなと。見ただけでも可愛らしいし、こうね、美味しそうですね。そうですね、すごくシンプルだけど、何かこう素材の良さというか、そういうのが伝わってくる、嬉しいです、ありがとうございます食べたくなっちゃいますけどもね、はい、クリスマスケーキも、はい、受けたまわっているってことですね。そうですね、はい、こちらのおやきと合わせてホームページの方からお問い合わせしていただければと思いますけれども、はい、グリーンロッジさんの店内だけではなくて、まあ、いろいろとイベントの方に参加されたりってことだと思うんですけれども、はい、近々そのイベントの方の情報とかありましたらお願いしたいと思います、はい、ちょうどありまして、次の日曜日、はい、4日ですね、12月4日、はい、このお店のすぐ近くが会場になるんですけれども、大仙市大曲交流センターというところで、すぐここから見えるんですが、手作り雑貨マーケット、年3回の恒例イベントなんですが、こちらの方で出張カフェをさせていただきます。はいはいはい、なるほどなるほど、はい、そうですか。カフェの方といえばコーヒーとかそれ以外スイーツとか持っていかれる。そうですね、お菓子の販売も、あと飲み物もあって、あ、そうですか、もう夢中でお買い物楽しんで途中とかね、その後にちょっと一息入れていただくようなコーナー、なるほど、そうですか、はい、時間の方が10時から午後の3時までってことですかね、はい、20組の作家さんが出展されますので、なるほど、はい、あの主催の方はこのボックスショップの仲間の方なんですが、もう見ただけでもここね、店内かわいい小物がいっぱい置いてありますので、楽しみですよね。そうですね、買い物して目で楽しんで、その後にコーヒーを飲んだりスイーツを食べたりということでですね、目と舌と鼻といろんなところで楽しめるこうイベントかなと思いますので、12月4日お時間あります方は大仙市大曲交流センターの2階のですね、手作り雑貨マーケット、午前10時から午後15時までやっておりますので、お出かけしていただければと思います。はい、お待ちしております。はい、ということでですね、今日はなんかすごく美味しいものを食べさせていただきましたけれども、はい、初めてのおやきですね。初めてのおやきでした、はい、じゃあみなちゃんも一応ここにこう予約して、はい木曜日は放送中、はい、放送中なので、あ、そうですね、はい、じゃあ木曜日昼過ぎに来て撮って放送しながら食べるということで、そういうことですか、ハードスケジュールで、はい、はい、ということでですね、はい、今日は、大曲にありますグリーンロッジさんの方から闇焼きおやきのご紹介ということで、はい、お伺いしました。店長のカオルさん、どうもありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願いします。どうもありがとうございました。本日お送りいたしました曲はラバーソウルの演奏で、いろんなたくさんの色、20年後、以上2曲でした。